クション、スーパーの精肉コーナーコレクションを紹介していきます。ます。はい、開けていきましょう。開けていきます。黒から開けます。黒がなんか。ちょっとね、なんかね、高級そう。いきまーす。あ、お肉入ってました。じゃーん。お、袋に入れてある。ほんとだ。パパカーン。手の巻きよ。お、え、ね、早速いいお肉当ててたね。じゃん、黒毛和牛。リアルだね。繊維っていうか、なんか油のとこ、油の白いところも。ベーコンみたい。ベーコン、ベーコン。一つずつ紹介していきます。ラッシャイ。1個目は手羽元。なんか骨がありそう。次は豚厚切り肉。豚厚切り肉。ネネが出たのは豚薄切り肉です。ハムです。ハム、ハム、ハム、ハムじゃないけど豚肉。なんかベーコンみたいな。ベーコン、ベーコンなの。生で食べてみたい。お買い得。次、牛薄切り肉です。レシート、レシートじゃない、値段とかバーコード、バーコードが書いてあってます。国産牛です。なんか高級なね、お肉。黒の入れ物は、うん、黒はなんかもうほとんど高級みたいな。高級ですね、うん、はい、次はユナが紹介していきます。はい、これユナが出たのはささみと、こっちが牛厚切り肉です。このお買い得ってやつ、ほら、皆さん見たことあると思うけど、お買い得っていうのなんか斜めに貼ったじゃん。だけユナも斜めに貼ってみた。高級のね、黒毛和牛。一番高い、なんか黒毛和牛って言ったらめっちゃブランドが1980円。安っ、高っ。このお肉の油の部分が細かくない？細かい。めっちゃリアル。はい、ということでスーパーの精肉コーナーマスコットを紹介しました。閉店ガラガラ。